チャー朝日です。そして皆さんこんにちは、タロット占い師の浜口芳幸です。はい、今日はですね、浜口さんにタロット占いをしてもらいたいと思います。、はい、1年前ですかね。そうですね、の久しぶりなんですけれども、はい、その時はね、10分でしたっけ、5分でしたっけ。そうです、大体もうすごい短い時間で占いをしてたんですけど。そうで、しかも私その時もう本当にいろいろなんか方向転換をしたい時期だったんで、うん、全然足りなかったんですよ、10分とかじゃ。なので今日はね、みっちりとお時間いただいておりますので、占っていただこうと思います。前回も恋愛と仕事とかをね、聞いたような気がするんですけども、うんうん、今回も、まあ、恋愛から行ってもいいですか。はい、了解です。よろしくお願いします。では恋愛見てみましょうか。はい、野口さんにタロットしてもらったぐらいから、うん、結構占いとかハマりだしてます。まあ、そればっかりにはなってないんですけど、うん、でもなんかあんまり暗いカードはなさそうな気がする。どうなんだろう。それではお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。ちょっと気になるカードはですね、2つほど出ておりまして。そうなんだ。はい、まずですね、このラバーズと呼ばれるカード、これがですね、まあ、通常恋人のカードと呼ばれるカードなんですけど、うん、正位置やと愛が実って、うん、すごいいいお付き合いできますよとか、ポジティブにこう捉えられる解釈が多いんですけど、はい、逆位置になるとですね、恋愛が今ちょっと難しい状況にある。まあでもなんとなく想像はしてた。もう一個気になるカードがこのハートブレイク、うん、っていうカードで、まさにハートに剣が刺さってる。怖い。傷が心に突くというような、こんなイメージなんです、ね、それの逆位置でもないから、まんまってことですよね。そうです、まんま3本刺さってるってことですよね。はい、でその手前にですね、ジャスティスと言われるカードの逆位置でバランスが崩れるというカードなんですね。はい、でこれどういう、この3枚と、まずこの前半出てきてる3枚の解釈で、朝日さんの状況がこれで読めることがあるんですよ。ズバッと言うとですね、傷つくことに恐れて恋愛を動かすのに億劫になっている。まんまやん。まんま自分が思ってることなんですけど。見ない方が楽っていうような、わかる感覚を。もう絶対みんなわかんないと思うけど、私はすごいわかる。これは時間軸ですか。時間軸なんです。時間軸、今のこれはね、現状が3月、今ちょうど3月なんで、3月のそんなこと言っててもっていうので、こうやっぱ動かしたいって気持ちが出てきまして、はい、ちょっとね、傷つく恐れを覚悟して実際に動いていくっていうのが、あ、すごい、今年大きな、メインになってるんですね。恋愛動かすっていうのは、動かせれます。私、そうですね、先に結論から言うと、通称ウィッシュカードって言われてまして、あ、願いが叶う。あ、叶うんだ。そうなんです。嬉しい。今年は絶対に願っといてほしいなということですね。こういう人と出会いたいなって、しっかりと目標を決めるような気持ちが、良い結果を生んでいきますよという。なるほど。気づいてないかもしれないんですけども、恋愛運が今高い時なんですよ。え、逆位置でも、はい、恋愛が出てくるってことは、一番、恋愛運がない人って、ここには全部仕事のカードしか出ない人がいるんですよ。へえ。本当にもう恋愛のことばかりが今、すごい、出てきてるので、あ、今年時期やなと。今年時期なんだ。変えていきたいなと思いつつも、どんどん時だけが経っていったりとか、なんかそんなに変われてないなっていうふうに思ってるんですけど、うん、それをどう変えれるとか、そういうのも見れるんですか。見ることができます。できるんだ。ここのカードでですね、朝日さん自体の人間というのをここの中に映し出している状態なんです、うん、確かに人みたいな形してますよね。一番大事なことって、どうやったら自分の、まあ、心、気持ちが動くかというところなんですけど、うん、ここでもハートであって、うん、心なんですね。で、心のところにクイーンのワンドが出てきてて、これ自体はすごいいいカードです。あ、よかったよかった。やっぱりこう自分のことをすごく大事にできてたりとか、うん、こうしてあげた方がいいんじゃないかなっていう、なんかこう心優しい部分っていうのがここに反映されてるんですね。へえ。逆位置が2つあるんですよね。そうなんですね。頭のところで考えていることと、はい、でこっちの女帝のカードの逆位置なんですね。これ逆位置だとちょっと今自信に欠けてしまうところがあるっていう、うん、なかなかちょっといい人出会えないんじゃないかなとか、なるほど、気持ちとか、うん、で頭で考えているところっていうのがですね、ワンドの2で、これ世界とかいろんな人たちから声をかけてもらえるとかっていう、こう、はい、思考の意味のカードなんですけど、これが聖地だとまさにそのままで、人から与えられることが多いんです、はい、これが逆位置なので、ちょっとそこのから入ってくる紹介とか情報とかもちょっと少ない、できない、期待できない。では何かっていうと、はい、外側からの言葉で、うん、朝日さんの心自体は動かすことができないんですよ。それなんですよ。自分で決めたことでないと動かないです。そうなんですよ。それの動かし方が分からない。そう
こんなところでね、いうことになると思ってなかったですけど、いろいろね、こうトラウマを抱えていてですね、恋愛に対して、だから結構臆病になってるんですよ私。まあこれもなんかすっごい怖い怖いカード出てきた。力のカードの逆位置が今アドバイスで出てきてまして、うん、力が今ないんだよ。今もがき苦しんでる理由って、なんとか良くしようって頑張ってる状態なんですね。ああ、なるほど。休みが必要だっていうことですかね。そして一回ちょっと村のセーブポイントで一回。確かにセーブしていろいろアイテム貯めて。そうですね。なるほどね。次こそは勝ちに行くぞっていう。へえ。それって一回負けたことになるじゃないですか。勝ってしまった。でもその負けっていうのが認められない状況が今。あるのかな。なるほど、はい、じゃあさらにそこからじゃあもっともっとどうしていけばいいのかっていうところを見てるんですけども、そうするとですね、あのソードの鉢、うん、これあの縛られてましたね、剣が、なんか怖い、剣もいっぱいこう置かれてて、はい、で目隠しもされてる状態なんですけど、はい、もうみんな剣を刺していないんです周りに。本当だ。実はもういつでも抜け出せるんですよね。なるほど。これだよねってした瞬間から、じゃあどうしようかって次が、なるほど、リスタートみたいなとか。それをしてもらうと本当にもう出会う人っていうのも未来にちゃんと実は待ってる状態で。へえ、すごい。どんと構えてくれてる。そうです、キング王様のカード、すごいしっかりされた方があの旦那さんになるのかなという。おお、出てきてます。なんかまあこういう感じなので、私自身そんなに結婚願望っていうものがないんですよ、うんうんうん、ただ実際どうなのかっていうのってベロって出せるもの、出せます。運気見てみましょうか。はい、はい、運気、あ、やだ、なんか怖いの出た。怖いのばっか出てる。なるほど、成功者によくあるパターンなんですけど、ほう、本当に心から、あ、そうだなって気づけた時って全部ね、行動しはるんやなと思うんですよ。で、それって成功者によくあることで、あ、もうじゃあ明日からしようとか、あ、じゃあもう今日から変えていこうってして変わる人なんですね、はい、で、はい、もうカード自体も変わってて、死神のカード。そうなんですよ、最初すごい怖いの出た。これがね、聖地やと、まあ、物事の終わりとかね、はい、まあ、恋愛も完全にやめましたっていう形になるんですけど、はい、逆位置なんですね、はい、復活なんですよ。おお。で、今こう恋愛結婚に対しての復活。おお。で、ワンドの銃のカード、これあのしなくていくろのカードって言われてるんですけど、はい、これが逆位置になるとそれを回避する、苦労を回避す、はい、できる、しなくていい苦労をしなくて済んだみたいな。おお。最後になんですけど、カップの銃って言われるカードで、はい、こちらはですね、まさに結婚はしますよっていう。できるんだ私、はい、最終的には必ずするっていう流れです。へー。今で言うと年数で言うとすごい先なんですよ。うん、そんな気がします。それでも一か何くらいな感覚です。私も今の段階で言うと8年後に出会うってなってますね。44歳、いいと思います。全然私このパートナーという人が人生の中で現れたらすごくハッピーだなっていうような考えなので、うん、いいと思います。やっぱこうパートナー選びっていうところがまたすごい重要で。そんなこともわかるんですか。旦那さんになられる方、はい、すごいこう学びの多い人やなって思いますね。うーん、そういう人好きです、ね、ある程度こうお金もしっかり稼いできて、である程度物もいっぱい手に入れてきたけども、そんなんじゃ満たされないよねでも分かってある人みたいな。あ、なるほど。良さそうな人ですね。そうですね、この人を見つけれる可能性は高いんじゃないかなと。嬉しい。では最後にですね、あのボンボン TV の方でも、はい、タロット占いされたと思うんですけど、はい、ヨッチがね、私のことを何やらこう占ってたんですよ。8年後なりっていうのがもしかしたらヨッチの可能性もあったりするので、うん、私とヨッチのことを占ってもらっていいですか。ヨッチのちょっとカード1枚。はい。そうですね。ソードの王子なんですけど、はい、聖地だとですね、すごい実力があって力もあって、はい、朝日さんの心を射止める可能性とかあったんですけど、そういう人がいいです。逆位置でですね、はい、ちょっと剣がもう錆びてるのか、重たくて持てないのか、ね、剣が錆びてるわ笑う。そもそもなあれですね、そんな武器が足りてない感じですね。成長して、そうですよ、迎えに来てくれる白馬の王子になるかも、なるかもしれない。現状は錆びてると剣が。
そうですね。はい、ということで今日はね、私の恋愛婚期などを占っていただきました。ありがとうございました。山口さんの方では私のですね、今年のこともいろいろ聞きたいと思います。そちらが気になるという方はね、ぜひ見てください。本出されたんですよね。はい、そうなんですよ、うん、実際に自分で占えるタロットの本で、その一冊持ってるだけでですね、いろんなことを占います。今日はどんな日になりますかとか、あと彼氏さんとか彼女さんとかに、気持ちはどうかなとか、開いたら分かるってことですか。開いたら分かります。やばーやばー、それはすごい。いつでも。そうですね、なんかキャンペーンしましょうか。キャンペーン、はあ、キャンペーン、いきなりキャンペーン。ツイッターをフォローリツイートしてもらえたら、はい、あの5名の方に本プレゼントしましょうか。私早速しますそれ。はい、そんなのいいんですか、はい、嬉しい。早速リツイートします。はい、ぜひ、はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました、はい、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。